和やかな雰囲気になってます、正直。プレイヤー2人は。まあ確定ですからね、はい、ただ、ここで1位が、1位になるか2位になるかで、当たりたくない人と当たる可能性。まあ、シートなんでね。そうなんですね。1位と当たるんでね、1回勝てば。その2位、3位通過しちゃうと。その日一番強いやつと当たることになるんで。はい、ということで、2人ともまあ、そういう意味では気は引き、うん、まあ、プレッシャーがいくつかある中の一つから解放された。そうですね。はい。そして、これが今回の EPI。デスの最終試合になりますね。そうですね、はい、アバダンゴ VS2 です。ここまで猛者たちを倒しきって登ってきたのはシノビズのアバダンゴ、そしてビズになります。まあ、今回パルテナが非常に活躍していたアバダンゴですが、2の勇者ないしはテリーに対して何をしたまあパルテナ、まあ、パルテナしかもうないですね彼は。テリー見えたらパルテナなんでしょうね。ということでお願いしますです。さあ最終戦アバダンゴ VS1 位決定戦になります。初めて参りましょう。え決勝勝者側は決勝です。いやなるほどねさあ、はい、あれですね、勝負を決めに来た空下ですが華麗に避けた松。このカードはね、まあ、普通にパルテナ側が若干なんていうんですか、うん、有利だとは思うんですが、はい、まあ、全然そのテリー側もいけるカードではありますね、うん、まあ一応は、まあ、結構同じような性能って感じですけど、うん、まあ、立ち回りの強さ移動とか、うんうん、そういうところ、まあ、あと単純に密着作った時のリターンがすごく高いですから。あ、簡単ですよね。そうそうそう、あ、テリーが、テリーが確かに横高いから今そう、まあ、テリーは常にある程度、うん、パルテナはまあ序盤だ。そう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 、はい、永遠まあ、パルテナはひたすら先端とかを押し付けてやるカードではありますが、はい、パワーダンクで避けている。おっと酒攻撃から読み合い。この酒攻撃はねパルテナ結構ダメですよねああ持続ないからとかそういう話。そうそうそう避けられてフッてやられるみたいな。なるほどね。確かにクエネ以外は当たります。いやクエルも結局あれ無敵のまま出るから全部酒攻撃で OK。 外に出して撃墜。うまいですね。さあ酒攻撃の誤解しとばかりのこのカウンターです。あとスーさん結構ジャスガがうまいんでね、そこら辺も警戒したいですよね。アバダンゴ選手はジャスガパワーゲーザー撃墜なんてことになったら本当目も当てられないジャスガパワーゲーザーは間に合わないでしょさすがにまあまあまあ弱横横強パワーなんだろうパワーゲーザーバスタウルフ、はい、ですね。まあ勝てるでしょ。パーセントによってはちゃんと。まあ、しかし現状はアバダンゴ選手がしっかりとした硬い立ち回りで寄せつけませんね。ツー選手を。この2人の対戦もなかなか珍しいものなんですけど、まあ登竜門以来。そうですね。登竜門では見ましたけど。高等照準ダメージ差を作りたいアバダンゴ。ひとすま。ここまで来るともう守りのアバダンゴって感じ。そうですね。うわー当たる。ていく守りに立てるそして崖場よ匂わせてからのうわーいったーすげー技ってきたまあ確かに小ジャンプガードを張らない相手に対しては全然ありですね。小ジャンプで前管理してるなら当たりますでしょ。っとライジングタックル超尻合わせ開票見ましたね。尻合わせなんだけどむしろタックル危ねえ今いや怖いぞ崖はパルテナで言えどしかも砲が残ってます。クエナしっかりお咎めだな。パルテナここに来てのクエナ全然高くない。なんか安い一気に流れ取りますね。やはりツーテリー今ちょっと一瞬避けてまたもバスタウル。あーうまい。1回今度は怖さから確定。バスタウル投げ確定しませんでしたね結構パーセントキャラによって壊しバスター入る、ね、そうですね。あえいや今の上強でしたね。射程攻撃じゃなくて。さあ崖がうまいツーテリー。うまい。追っ払っていくアバダンゴだが。ああ一瞬で反転してる。なんかもうちょっと重い技当てたいなと。そうですね。後ろに通ってくんないかと。後ろ投げだったり、まあ空後だったり。そのためには崖外に追い出す必要があるんだと。そうですね。QN で出す。少なくともニュートラルに。おおうまいですね。しっかりと。あと突きを。今の結構対応しやすそうな位置関係のバッグですよね、うんうん、下行ったら下行ったとクエネ。そうですね。クエネでももう多分激中したんで。クエネ引っかかる。
漏れましたかね。ここピクス伸びるか、大上経由して低い、ね、ゴブ一瞬でゴブに一瞬でゴブ上強体育。そしてやはりテリーといえば着地が若干弱いので、はい、うまいですね、ちゃんと外ずらししてます。さあさっきみたいなキャラには本当にそう、はい、うまい立ち合いでしたが、ちゃんと外ずらししてますね、アバダンゴ選手弱弱を、はい、おっと今度も当たらない、弱を抜けるのが、そうですね、今の50、あっと下強くエゴ撃墜、しっかりと回避を見ている、重いテリーといえどもでした。今のご時世、内側で抜けるより外で抜けた方が安全っていうところがあるので、弱弱は最近はそういう理論、そうですね、まあでも位置によっては難しいんで、密着とかはさすがにキャラによってはずれないんですけど、外割と普通に先端とかだったら余裕で弱弱外をベクレンして、考慮して別に、そう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 、しかも上 B も避けれる時あるんで、弱弱ウェビー、ね、ライジングタックルはねマジで外入れると分かんない、そう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 、だからもう外にしといた方が、ライジングタックル指導悪いと最終段これまあそうですね、最終段抜けたりルカリオです、カロス選ばれたので、そうですね、これ、まあ、単純にそのカロスが余ってたんでルカリオを選んだんでしょうね。カロスルカリオはさすがに結構強いので、まあ、壁張りそう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 、まあ行きますからね、ルカリオでかくて、でもルカリオにあんまり関係ないみたいな、かなりこのスペースの広さね、そうですね、クエルの差し合い、お互いに差し合い、9対9が多いこのキャラですね。あと単純に弱弱外ずらし毎回してくる人にテリーあんまり出したくないですよねそこか、うん、撃墜むずいですから、そこはなんか外れられる、そうあってなりますからね。後ろに投げる、この時点でダメージ差イーブンは結構怖いですね。まあそうですね、マラウマとしてはどっかで流れを取りたい。まあでもルカリオも崖頭出るのでうまい復帰、素晴らしい復帰、横スマッシュ、回避を見て、回避まで読んで読んでましたね。バックエマジャンプで受ける、迅速ダッシュアタック、オトガメターが撃墜しなければな、どうということはない、150ハード補正がそろそろ最大に近いぞ。あーちょっと今のはね、今のはですね難しいですね、頭当たりそうでしたから、うん、これもしかして、おお、しかもタイミング的にね、あの普通に7秒やったら角が当たりそうな、そうそうそう、ワンチャン当たるっていうね、いやちょっと、おお、ハッケで差し込む、ハッケは飛び道具である、そうですね、ガードそのあとです、回避からのダメなしを読んで DA、 DA は寿命ですね、もはや、まああの先生はね、波動弾を巻きます、ここは落ち着いたルカリオ、パセナマルト、ヤンチャマルトじゃない、パーセナマルト、いや、かわいい、むしろ若返るまである、えっ、ミカルト、すぎ、今のタイミングずらしたんですけどね、ツー選手、その、ね、あえてまっすぐ行かずに横から行くっていうの、それすらも読んでましたかね、そう、バナナのカルテナ、この自粛期間で得たものは工夫したかった、メテオの精度が光りますね、今日のアバダンゴパルテナは、しかもね、あれなんですよ、ガードの後の反撃とか上がるゲームがすごいですね。確かに、あ、まあガーキャンクーシタはね、パルテナは結構早いんですよね、うん、縦の判定が残ってましたね、今空母のこれぞさすがにそれはびっくりだが、うん、なんだっけ、見るまでポン波動弾を撃つ、空前巻いてからの DA です、これがプレッシャー、空前の間以外の相手に対して超速ダッシュで差し込んでくるのがパルテナのリエ、一気に差を開く、ここで倒しきりたいアバダンゴ、このまま生かしておけばどんな化け物に成長するかわからない、まあそうですね、ルカリオに関しては生かしておくことはできないって、はい、ところが多いですが、え、当然極刑なんですが、読み合い、あぶねー通選手は逆にこれもう取ったらわかんないです、ね、チャンスですね、3発で5分ですよ、これもうこれは分からなくなってきました、ギギって感じだと思います、3発で5分ですからね、はい、まあ、一応でも反射がパルテナあるので波動弾、遠距離の波動弾は、あ、確かに波動弾決まるんですとドンドンですね、あ、いや、やってましたね今、音だけなんか聞こえましたけど、はい多分読んで、ある程度は読んでましたね、着地狩りで振ってくるだろうと、近距離を押し付けていくぞルカリオ、そしてパルテナもお互いに先に有利状況を作ってしまいたい、そしてそのまま崖へ付近で殺したい、倒してしまいたいと、そうですね、えっ、おっ、やらかしてしまった、珍しい、
今のは難しい。どっち狙ったんだろう。崖に行こうとしたのか。まあでもなんか崖に行こうとしてた感じはありましたけど。ね、本当にああいうとこ本当に上手いっていうのなんですけど、崖に行こうとして頼むとしたら説の方が高いですね。ステージに戻ろうとしたらああいう軌道多分なんだそうですから、うちに入れないんで多分崖逆波動みたいな感じで下離すのがちょっと遅れたなって。そうですね、勇者。うん、なるほど。なるほど。パルテナ勇者ですか。パルテナ反射があるんです。なんだちょっと。開幕ってきたな。いやもうこれそういうことかって感じだな。さっきも開幕あれですか。完全に。そうですね。これ完全に壊しに来ましたね。はい、でいいピオリム。勇者で。さあ続け魔法たち。これがドラゴンの力。集中しろ、一気にターンを持ってけ。真面目に立ち回るよりぶっ壊した方が早いという結論ですね、これは。ザラキを狙っていったが、それは許さんとアバダゴ。差し返してダメージを取る47です。51ダメクリスト、重いですね。重いですね。とあるプレイヤーがやってたんですけど、よく海外の。あはは、とあるね。そう、とあるプレイヤーがよくああいう大置き攻めはクリスタを打ってた。誰とか言う前。ザキを飛ばしてくる。ああ、いやルーラー引けないと。結局でも今のはクエルの復帰阻止されまくるので、あれんぎり。いやでもそこ溜めるから横強1段。まあ当然ね、カードされてれば2段する必要はないと。はい、はい、で、はい、さあ今のはギラとユナベはあったんですが、ライディング割と長い期さん150でライディング食らっても全然元気。ライディはね、結構撃退しないのでね。発射ライスダメージも高いんですけど、吹っ飛びはうまい。クルーチーしろー。あとあれですね、OP がやっぱデインとかと一緒だから、はい、そういうのもありますね。分かりやすいと。空中前からダッシュアタックまで決めてきて、おお、めっちゃ弱い。これ面白いことしてくれ。あっとタイミングが溜めるところ許さないですね、はい、ただこれ溜まってますよ。まあ横綱ビホールドが、ちょっと嫌なラインナップだな。ザラキーはそこ投げだ。はい、しかも崖橋追い込んでます。溜めるは IQ と面白いものが見られるかもしれない。これはいや、もう溜めるはなくなってますね、投げで、はい、うわぁ、しかし横様だ。しかもドミン着。ドミン着マジ関係ねえ。ギラジャンプでよけれ。アバダンもここに来てしっかりと追いついていけるかどうか。勝負の鍵、なんなんだこの勢いは。普通勇者の今日一ですよ、この勢いまで。早いですね、勇者の。お、うまい。メラから、クーダメラからがね、普通に、てかメラから空前隠れるんですよ、ピオリム状態は。前回、平和のザクレワリオのような勢いを感じますね、本当に。あ、これは避けれないよ、ってるよ。大ジャンプ、空中ジャンプ、間に合わず。座れるんでね、ヨナズンは。今のはカウンターするしかなかったですね、アバダンの選手。でも、とっさにあそこ、ヨナズン見てから、カウンターを選択するのは無理。そうですね。回避も多分、持続に当たるし。でジャンプは今みたいに座れるんで、ジャンプで一回避けてからカウンターをするべきでしたね。まあただ無理ですね、あんな。ジャンプ上に出すとか、まあ冷静だったらできない。冷静じゃなきゃできない。どうなんだろうな。そういうのも怪しいぐらい。そうそう、吸うんでね、もうだいぶ座れてたんで。さあ、通勇者がここに来ても見せてくれる。さあ、勇者のまま続投。そしてイレブンになりましたね、カラーが。そしてこういう試合見せてもらうと本当に嬉しいですね。もう完全に割り切ってますもん ね最初から動きがもう、はい、パルテナにユースマジぶっ壊したるでみたいな。そして飛び込む反射です。うわ、デインがうまい。デインはね、本当意外に横の範囲がすごく広くて、本当強いです。そうルキナの横強ぐらいの空中で打てるルキナの横強みたいな。パルテナぐらいの身長だと絶対当たります。そう軸は上にもあるし、横にも結構長いっていう。でインクエナシドン入って、空中へ2回目は出さない。まあ、今のはちょっとアバダンゴ選手急降下に入れてくるところを。でバイキルトは選ばない。早めの構えてのここで、うまいですね。ちょっとリスクを取ってきた。いや、今の位置はでも、読み合いですね。なるほど。まあ、結局下から打ったところで空エナされやすいんで、それなら早めに打とう。駆け上がりです。ここは勝負どころ。空中下暴れが取ったバイキルト溜まったぞ。トリオンも反射している。おお、うまい。足投げ。足投げ。アバダンゴの代名詞ですよね、本当に。この。
います、こういう人。あ、いますね。私もよくやります、ね、横強、もうバイキルさん切れている。やばい、切れた。あ、2回目は打たない。あ、これはね、ガードが削れてきて DA は届かせる。足がね、あんまり速くないんで、ね、まあ、勇者の唯一の欠点、唯一でもない。うわ、足りそう。なんだ、ここで全ての補正が消えます。バフ効果が切れて、バーギマー、しかし、しっかり反応している。なんだ。いや、彼のやることはよくわからないですから。ああいうこともあるんですね、はい。集中しろ、しっかりとガード反撃、ダメージ吹っ飛ばした。いや、今のはね、うまいですね。ルーラー打つと思うじゃないですかね。急速系のね、イオナズマジ当たるんですよ。急速系イオナズ。あ、ルーラーだと思って、アバダンゴも選手も多分で、じゃあちょっと行くかと思って、でイオナズに気づいた時にはもう遅いっていう、イオナズが飛んできてて、ね、崖上側としてはね、ほんとちょっとビビってくれぐらいの気持ちだったら、なんか相手バズかってきてる。そうやめてくれよっていう、戻りながら打ってくんなみたいなね、あるんでね。うめす、まあ、うまい。しかもジャスガが上手ですね。からの、ためるは押してない。火炎切り。しかし、ここになったアバダンゴ選手、全然焦ってないですね。ですね。冷静に。まあ、アバダンゴさんといえば、やはりこの心を、すくいね、合わせてきて、ルーラが出るかどうか、ここが勝負の。出ましたね。日頃の得が高いと、ここでコーランスを打つ。まあ、50% ぐらいなんで、ね、まあ、確率が。そしてピューニモもありますね。これは復帰。あ、これね、主力復帰ですね。はい、無限大です、ね。最強です。はい、おっと、寝ないよ。今寝たら終わりだよ。はい。アバダンは寝不足。おっと、少々ジャンプで受けて。さすがにね。さあ、うまいですね、今の爆炎は。なかなか反応してジャンプするのは難しいと思いますね。フォース同士になることを、まあ、二段ジャンプ使いたくないですからね。そう、呪文見てますからね、ああいう時って。弱点がたいダメージ。ザラキはまだ当たってはいけない。どんどん来ますね。近距離ね、生地読み勝ってるんですよ。勝ったり読み勝ってるんですよね。そうなんですよね。そうなんみたいな。マジで打撃当てた時のこの回復量半端ないです。非常にうまいですね、はい。からのフリー返ってくるが、中距離の様子目は許さないライデンですね。まあ、元の立場は本当に整理されてますね。そうですね。ライデンとかね、そのやっぱパルテナって中距離でぴょんぴょん飛ぶことが多いので、そういうのに結構刺さりはしてるんですけど。うわ、命中前まで刺してくる。あれは見てから受けるの難しいですね。これ一向にアバダンゴのターンが来ない試合展開と。なんか来ないです。勇者がイケイケなんだよな、ちょっと。ここで使ってそうなんですよね。やっぱスマブラのプレイはね、心が現れるんですよね。マジで。パルテナが勇者に押される、あんまり想像できないけど、ツー選手が上手いとしか言いようがない。近距離の上手さなんでしょう。はい。僕でもだけではパルテナさんに。これはね、ルーラが8なんですよ、MP ぴったし。おぉ。1位残る。で、うん、ちょっと我々思考が停止したの今。さあ、劇的拒否がうまいですね。なかなか、まあ、やはりラインがない状態でその空母に当たってないのが大きいですね。パルプンテだ。そう、パルプンテはね、 MP が少なくなんか MP を打てるっていう。何やってほしいの。MP もちょっと溜まってきたが、やはり中央では撃墜が難しいですね。撃墜崩壊でなんない理由よく分かりました。なんでしょう。まあルーラー確かに。まあルーラーで真ん中に来るんですけど、大体は。ルーラーあるせいでライン詰めらんなくて空母当たんないっていう。さすがに撃墜はしない。そしてルーラー。ルーラー帰ってくるくる。さすがにね。ようやく、まあ、当てたというか、当たってくれたというか。いや、80% か、まだまだ追いつけますね、はい、全然いけますね。お、もうバーギー選択しっかりしてる、はい。まあ、あと2選手が結構あれですね、あのラインない時の撃墜拒否がしっかりしてますね、パルテナ相手に。まあ、今のルーラの応酬もそうですよね、本当に無理して崖突破に行かないとか登らないとか、そういう話。そういう話はしっかり。ザラキ危ない横スマーコンが開始にはなっていないぞ。くらっくわ、わからない。おいしいぞ、ダメージが伸びる。そして暴れもさすがにもさずっとしてますからね。さすがに暴れ、あーっと強気に切ったんかクリー、やり返し。まあでも確かに今の場所はまああのあれですね、カットさん戦で言った決まれば勝ちなんで、まだ見せてないし、うん、普通にやっててもマジで、あの多分あれなんだろう、
イオンプスキーとかでいろいろ引かれて普通に順当に撃ち殺したりする。おかげでボーンって来る可能性もあるからね。さあノリノリだった勇者だがテリーに借りましたね。これは多分ステージ狭いステージになったのか、うん、はい、引くステージじゃないからこそ出るって言った。さあこの辺り使い分けもしっかりと判断できている。変わってない勇者じゃないのかそこ。何なんだこれは。2回勝った勇者ではなくテリーを選択する、そこは何、まあ、気分なのか、まあ、ツーさんの気持ちは分からない。分からないがこの試合は名勝負であることには変わりはないですねこれは。そこら辺のやっぱ読めない部分がツーさんの強さなのでしょう。そうですよね、はい。これはね、2-2 までいったのは初めて。いや、今日はありましたよ。1回ありましたね。ライトさんとツーさんだったし。そうだそうだ、ライト2なんですか。なんだかんだ2-1の方がいいかな。そうで、3-1ですね。という中でなんですが、10枚で差し返していく。この車のパラトラに対して結構いや、まあありっちゃありですね。斜め上からパーンってやれば、うん、結構、うわー、ジャンプ読んで、生きている。ただ 102% で次の読み合いを許さない。2回目の攻撃つかまり当たらない。ギリギリ耐えたツーテリー。うわー、いいよ、せよせ、生きてる。バンダックルコマンドでしなやすといったところでしょ。アバダンゴソースしなきゃない。下スマです。これ下スマですよ。ちゃんとしてますね。下スマ崖で倒すという意識の強さですよ。読み合いが強いですね。ただアバダンゴまだまだこの5を使わせない。あー、出た。確定ですね。見てからなのかな、わかんないが。あー、まあですね。さあ今の横 B してたら爆炎に当たってたんですけど、下 B 選択したことによって当たりませんでしたね。はい。いやー、アバダンゴ選手がなかなか翻弄されてますね。はい。きつい。困っている。空砲が当たらない。後ろ投げも当たらない。うまい。まだか。生きている。ここに来て。ここでキックバットは。読んでたが。危なかった。うおー、さすがにな。今度は引っ張って、そうですね、はい、しっかり避けてましたね。逃げようよ、飲まされてるなんだこいつみたいな当たり方してる。結構謎に突っ込んでくるところが多くて、そこにうまく差し込まれていたので、はい、まあ、読んでましたね、今のは。さあ、だ 98% です。これはね、もうテリア相手に取ってますまあ危ないですね。ここもですね。ただ激痛、崖がうまい。ザバ団子71。空母空母押し付けてって吹っかけ範囲が広い、はい、足は無敵ですと。冷静ですね。車に当たらない、もう届かない。完全に五分普通は差し合い、慎重に行って相手のジャンプ確認してから、あーとない、読んでたが上がっていれば激痛だった。ゴーが溜まります。溜まりましたか。ん、大丈夫ですよね、はい、オート昇進がここで初めて役に立ちました。ジャンプを借りましたね、はい、まあそこで結構ジャンプとか、まあ、はい、下スマ。さあ一進一退の攻防、2-2来てまだこの戦いを見せてくれる。この2人、はい、避けてる。クエル今のこれが本当に名勝負ですね。これ素晴らしいですね、はい、まあどんな競技においてもね、やっぱりこの勝ちたいと勝ちたいぶつかってね、こういう形になるのが名勝負なんですよね、うん、本当に。確かしアバダンゴ選手が乗ってきたか、ここに来て、はい、60% リードです。そしてすかし投げ、届いていないが今度はいつか見て、すごいとこ使いましたね、はい、足の先ジャクジャク、さあジャクジャク止めること分かってますね。復帰差し苦しいぞ。メテを狙ったがもう1回、3回同じこと繰り返すドン。こっちもやる、ビートアップで帰ってくれ。OK ね、そこに出せず。冷静だな、今の引きクエヌは素晴らしいですね。ですね、今よく外に逃げる、そうそう、そこに逃げるっていう、崖崩れでもなんでもなく、崖から降りるとかではなくてってことですね。そうです、はい、横軸をしっかり合わせて彼の空母、危ないぞ。いや、今のはね、狙いましたね、ちょっとそうなんですよね。からの前に投げる、あー、そっち、あー、ヘイザーはしっかり拒否っている。前に投げて、爆炎は避けたか、したけど、竹森、最後に見せてきた。最終戦、勝ったのは忍び詰めアバダンゴ。アバダンゴ選手、貫禄ですね。いやー、いい試合でしたね、最後。ね、本当にいい試合でしたね、うん。マジでね、これは面白い試合。カチカチでしたね、アバダンゴ選手、最後。ねなんかね、あの、なんだっけ、クラックシュートの反撃したりもしてました、ね、まあそこは仕方ない